ボルゴグラード、ボルゴグラードは、ロシア連邦のボルガ川西岸に、南北80キロメートルにわたって広がる都市。ボルゴグラード州の州都、人口は101万人。1925年までは、ザリーツィン。1925年から1961年までは、スターリングラードと呼ばれていた。現在は年に数日の未使命がスターリングラードとなる、後日。 8世紀半ばから、ハザールの首都がいている、アストラハンの南南西4 0トルに置かれ、の拠点として栄えた。ニオレバ、と呼ばれる、ユダヤ商人によって、流通は供給されていた。11世紀に、キプチャクが、キプチャク草原を支配した。13世紀以降には、モンゴル帝国に占領され、ジョチュールスのベルケの地勢にボルガ川流域に、ベルケサライ、 ボルゴグラードの東 85km を建設した。1395年から翌1396年にかけてティムールによってサライは破壊された。アストラハンハン国の首都が、現、アストラハンに置かれた。ロシア帝国の南の国境に当たっていたため、1589年にタタールの襲撃に備えて築かれたセリース要塞、地元のタタール人の言葉で、 黄色い水の意味が街の始まりである。すぐに公易拠点として発展を始める。セリースの音から展示、女帝のものを意味するザリー・イッツィンの名がついた。1630年、大使に率いられたカルムイク人がボルガ川流域のノガヨルダを駆逐して、1630年から1771年を建国。1670年、スチェパンラージン。 1774年、エメリアン・プガチョフと二度、コサックの支配を経験する。ロシア革命後の内戦では、戦場となる。1918年、ボリシェビキ軍が制圧するが、アントオンデニーキンの白軍の攻撃にさらされる。反革命勢力に対する勝利に貢献したため、また、旧帝国に関する名称を廃止する方針のため、1925年に、 ヨシフ・スターリンにちなんで、スターリングラードと命名された。スターリングラードは、ソビエト連邦の工業化政策のもとで、南ロシアにおける重要な重工業都市に発展した。1942年夏にスターリングラードは、ブラウ作戦によるドイツ軍の包囲を受けて、半年以上にわたる、スターリングラード攻防戦の部隊となった。戦闘によりがいは荒廃し人口も激減したが、 激戦を戦い抜いたスターリングラードは戦後英雄都市となり現在も市の紋章には金星アキラが描かれている激戦地を望むままエフクルガンに多くの記念碑が建てられたまたイギリスのコベントリーを皮切りに広島など戦火に見舞われた都市と姉妹都市を結んでいる1961年 ニキータフルシチョフによるスターリン批判の流れの中で都市名はボルガの街を意味する現在のボルゴグラードへと再度改められた。しかし、ロシア国内で市名復活を求める署名活動が行われるなどの動きもあり、スターリングラード攻防戦、終結70周年にあたる2013年1月31日、市議会は8月23日のスターリングラード攻防戦回避。 2月2日のスターリングラード攻防戦終結日、5月9日のヨーロッパ戦勝記念日、9月2日の対日戦勝記念日、6月22日のバルバロッサ、作戦開始日、11月19日のウラヌス、作戦開始日等の記念日に定めして、使命をスターリングラードに戻すことを決定した。21世紀に入って、ボルゴグラードはテロ攻撃に見舞われている。 2004年8月24日、ボルガ・アビア・エクスプレス、現在のエアボルガ1303便、モスクワ発ボルゴグラード行きツポレフツ -134 が型機、登録番号 RA-65080 は、自爆テロにより、空中で爆破され、墜落、乗客34名と、乗員9名の全員が死亡した。年日月曜日午後時頃、 ロシア連邦軍情報部の報告によれば、レゾバザバス停に停車中の乗客40名を乗せたバスが自爆テロの標的になったことが判明した。ロシア非常事態省のイリーナ・ゴゴリエは、報道官によれば、少なくとも5人が死亡し、爆風により17人が負傷したことが報告された。2013年10月22日、ウラジーミル・マルキンロシア総裁委員会委員長は、 ダゲスタン人のナイーダーシアロは当時30歳が犯人として特定されたと報告した。2013年12月29日ジバ爆テロとみられる爆破事件が発生。17名が犠牲となった。翌30日、市内でトローリーバスが自爆テロで爆破され、16名が死亡した。今日のボルコグラードはロシアでも重要な近代的な産業都市となっている。 造船、石油生成、製鉄、アルミ製錬、機械、車両製造、化学工業などが主な産業である。この地方の工場などへ電力を供給するためのボルゴグラードダムとボルガ水力発電所が、市の北にあり、ボルガ川をせき止めた巨大なダム湖を形成している。2018FIFA ワールドカップの開催都市の一つとなり、 ロシアナショナルフットボールリーグに所属する FC ロートル、ボルゴグラードの本拠地だったセントラルスタジアムの跡地に建設れたボルゴグラードアリーナが会場として使用された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。